はい、どうも、久しぶりです。ですね、久しぶりの投稿となりますが、まあね、再開していきたいと思います。ではですね、こちら2台紹介していきたいと思います。トヨタ初代ビッツですね。まあ、10系ビッツとも呼ばれてる、10系ビッツっていう、まあ、10系がまあ、型式というか、そういう感じなんですけどもね。開封していきましょう。まずこちらですね、トヨタビッツですね。スケール57分の1、スーパースピード、サスペンション、ボンネット開閉のアクションがついておりますね。まあ、新車初回限定メタルバッジがね、入ってますね。まあ、このメタルバッジなんですけども、2001年かなぐらいに販売された、2001年にその新車として販売されたトミカには、封入されてたものになりますね。開封していきたいと思います。こちらですね。で、メタルバッジが、こちらになりますね。ちょっと色がやばいですけどもね。ピンク色のね、ビッツを、当時のカタログカラーのね、ビッツをね、再現された、したものになりますね。で、続いてこちら、イトーヨカド特注のね、トヨタビッツパトロールカーですね。まあ、箱はまあ、ちょっと、青いやつなんで、あれですけど。見ていきましょう。こちらですね。白黒塗装でなかなかね、いい感じに再現されてるんじゃないかなと思います。まあ、継承しよう。まあ、後々紹介していきたいと思います。まずはですね、初代ビッツのこちら。ピンク色のビッツですね。今はほとんど見ることがないとは思うんですけども、このピンク色はね、カタログカラーで当時、まあまあ売れた色ですね。今残ってるビッツの色って言えば、やっぱシルバーとか、あと、黒もちょいちょいいるかな。あと、ネイビー、紺色ですね。あれもちょくちょく見かけますかね。あと、ガンメタかな、あれも見かけますね。で、先日自分ので乗ってたね、ビッツがですね、クラッチ、マニュアル車だったんですけどもね、クラッチがね、ついに、残量減っててね、ついに残量がゼロになっちゃってね、高速道路の本線上でね、止まってしまってね、なんとか路肩についてまではね、たどり着いたんでよかったんですけどもね。まあまあ、ビビった。まあ、車に矢印方向盤とかいろいろ積んでたんでね。まあ、なんとか、事故もなく、対応もよくね、できたんで、まあ、事故がなくてね、よかったです。まあ、ビッツね。これは普通のビッツなんですけどね。自分が乗ってるのはクラビアという、なんか、ジジイ向けのね、車ですね。グリルがクソダサいですね、あれ。で、まあ、ビッツね。後部座席はほとんど乗ったことないんですけども。まあ、後部座席そんな広くはないと思います。後ろはこんな風になってますね。まあでもね、ビッツ意外とね、走りやすいんですよ。初心者には向いてるかな。走る、曲がる、止まるがね、しっかりできる車っていう感じですね。で、ボンネットの開閉はこちらの下のボタンでですね。こうやって、ポンってやるとね、このように開きますんで、こういう風に開けることができますね。当時、ビッツはね、低燃費とかね、いろいろ、そういう感じで売られていましたね。低燃費、室内ゆったりとか、そういう感じで。まあ、当時としてはかなり、いい、コンパクトカーのね、コンセプトっていうのを作り上げた車と言っても過言じゃないんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、トヨタのビッツ、日産だとマーチとか、そのあたりと同じクラスになると思うんですけどもね。まあ、ビッツね、未だに結構な台数見ます。今、自分も仕事中1日1、2台はやっぱり見る車ですね。まあ、さすがにね、もう発売されて20年経つ車なんで、もうそろそろガタが来てるんじゃないかなという感じはしますね。でもこのトミカもね、かなり再現されてるじゃないかなっていう気がします。まあ、アメリカじゃねえわ、輸出車ではね、ヤリスという名前でね、販売されていますね。そちらは左ハンドルなんでね。右ハンドルのヤリスはちょっとなんか違う気がします。違うっていうか、あれはエンブレム変えただけですかね、多分。イギリスとかに輸出されては話は違うんでしょうけど、その辺ちょっと詳しくわからんで、なんとも言えないところありますけどもね。
まあ、前輪、FF 前輪駆動なんでね、こう、ローリングこうしたときはね、後ろの後輪がね、浮くっていうね。これは実際にやってみたらそうなったんですよ。さすが悪いのかな。なんか、まあ前があれで、こう、ギャーって行っちゃうんですよ。まあ、それはいいや。まあね、このビッツをね、ベースにですね、ビッツのこのプラットフォームをベースにですね、トヨタのファンカーゴ、プラッツ、BB、イスト、それから意外なのはね、トヨタのプロボックス、あれもビッツのプラットフォームを使ってるんですよ。面白いですよね。で、続いて警視庁のパトロールカー仕様ですね。まあ、実在したかというと、警視庁には実在していません。ただし、岡山県警察や石川県警察かなっていった地方警察に、検品導入されてるようですね。詳しいことはちょっとわかんないですけどもね、見たことないんで。ただ画像検索してもトミカの画像に混ざって1枚か2枚くらいヒットするぐらいのやつなんで、もう多分おおよそ廃車になってんじゃないかな、みたいな車種ですね。白黒塗装でね、しっかり警視庁の表記とね、リアもね、ちゃんとテールもね、塗られてますし、結構よくできてるんじゃないかなという感じがします。でも上にはね、ブーメランタイプの赤色灯がついてます。で、ここにはね、曲実調もね、再現されてますね。で、これも、通常品同様に、このように開くことができます。エンジンはね、直列4気筒だと思います、確か。実際ちょっと見てみたかった感じがしますね、ビッツのミニパト。まあ、ラリー車としても結構活躍してますよね、ビッツ。今です、トヨタヤリスがね、活躍してる。なんかただ今現行品のビッツってあんまり見かけない気がしますね。レンタカーとかでちょくちょく、レンタカーとかでは結構いますけど、今、なんだっけあれ、アクア?あっちの方がやっぱ見ますね。まあですね、ちょっとしばらくね、更新をね、お休みしていたのにも、その車がちょっと故障してしまったのもあって、その後の対応ですとかそういう、まあいろいろな面がありまして、ちょっとしばらくお休みさせていただきました。2週間ほどね、ちょっと更新をね、ストップさせていただいたんですけどもね、視聴者皆様には大変申し訳ございません。まあストップしてる間もね、ちょくちょく見てくださってる方もいるみたいなんでね、まあそれは本当ありがたいことですね。まあこれからもね、まあ、日、月、水、金、土のね、更新でね、やっていけたらなと思います。まあね、ビッツはね、二度目の紹介になるかな、通常品に関しては。アニバーサリーとかでもね、ちょくちょく出てんのかな、こう、ビッツ。まあ、そうですね。次は、まあ、次はっていうか、ちょっとね、やっぱ、何を紹介していこうかなっていうのをやっぱ考えなきゃいけないんで、はい。今後ともよろしくお願いします。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。